これよりステージ前の二の丸広場においてサラダ鉄砲隊の砲術が披露されます。鉄砲の演舞ですので立ち入りが規制されます。皆様規制のロープバーの後ろに下がってお待ちいただきますようお願いいたします。ただいまからステージ前の二の丸広場においてサラダ鉄砲隊の砲術が披露されます。鉄砲の演舞ですので立ち入りが規制されます。皆様規制のロープバーの後ろに下がってお待ちいただきたいと思います。ただいまより信州サラダ鉄砲隊の演舞を行います。皆様ステージ北側をご注目ください。それでは信州サラダ鉄砲隊のご紹介をいたします。戦国時代上田城を居城とするサラダ一族は徳川家康と対立、2度にわたり10倍に近い徳川軍に攻められますが、巧みな戦術により徳川軍を追い込み、鉄砲隊による火縄銃の一斉射撃によりこれを撃破しました。信州サラダ鉄砲隊はこのような歴史を後世に伝えようと平成6年に発足されました。この真田十万石祭りには平成9年からほぼ毎年特別にご参加をいただいております。それでは赤甲冑に身を包んだ信州真田鉄砲隊の皆様による火縄銃の演舞をご覧くださいませ。信州真田鉄砲隊おさげ演舞えっ、西暦1615年慶長20年大阪夏の陣において真田幸村っ子は徳川本陣に突撃し、家康をあわやというところまで追い詰めた活躍により日の本一の強者と称えられました。信州真田鉄砲隊は幸村公が考案した真田流砲術を現代に伝えるため日々研究鍛錬を重ね各地で活動を続けています。本日は日の本一の強者真田流砲術の演舞をとくとご覧ください。海外で開発され、日本には戦国時代に現在の鹿児島県田の ヶ島に伝来しました。この時伝えられた鉄砲は火縄で点火するため火縄銃と呼ばれました。また初めて伝えられた地名にちなんで種ヶ島とも呼ばれています。西暦1543年天文12年、
ある中国商人の船が嵐にあって種子島に漂着しました。この船に鉄砲を持ったポルトガル人が乗っていたのです。島の漁師種子島時高は鉄砲の威力に驚き、このポルトガル人から1兆2000両もの大金で鉄砲を2丁購入しました。これが日本における鉄砲の始まりです。鉄砲の一種に大筒と呼ばれる大型の銃があります。大きなものでは数百グラムもの弾丸を飛ばすものまであり、破壊力が強く、人の殺傷よりは城や軍船の破壊に使用されました。次はこの大筒により鉄砲の発射までの操作を説明します。卵目です。はじめに銃の先端から火薬を入れ、次に弾丸を入れます。演武では安全のため実弾の代わりにちり紙を固めたものを代用しています。次にカルカと呼ばれる棒で弾丸と火薬を銃身の奥に突き固めます。次に銃身の端にある火皿に口火薬を入れます。口火薬とは着火しやすく細かくした火薬のことです。最後に暴発予防のため火蓋と呼ばれる蓋を閉じ、火皿を塞ぎます。以上で玉込めまでの操作は終了で、次は発射の操作に移ります。鉄砲の着火には火縄を使います。この火縄をついた火縄についた火のことを口火と言い、火をつけることを口火を切ると言います。発射操作の第一にこの火縄を火ばさみにつけます。次に火皿を塞いでいた火蓋を開けます。この操作を火蓋を切ると言います。最後に狙いを定めて発射します。手元の引き金を引いて火ばさみを倒し、火皿から着火して弾丸を発射させます。以上で鉄砲の操作の説明を終わります。鉄砲の発射操作は
私たちの会話の中で物事が始まるといった意味で使われています。戦いなどを始めることを火蓋を切る、唇を切るといい、物事が始まる原因のことを引き金と言いますが、これらはすべて鉄砲の発射操作を語源とした言葉なのです。鉄砲は使用目的により改良が加えられました。大筒のように大型化したものがあった一方で、小型化した鉄砲もあります。普通の鉄砲は重心が長いため片手で狙い撃ちすることができません。馬を走らせながら射撃する場合は、片手は手綱を持つためどうしても片手で射撃をしなければなりません。このため片手でも狙い撃ちができるようにと、重心を短くし小型化したものが馬上筒という鉄砲です。大阪夏の陣において真田軍が徳川本陣に突撃した時にも、雪村公は家康を狙撃するためにこの馬上筒を使用したと伝えられています。ここ松代城は武田信玄が北信濃を支配するための城として1460年頃築城しました。当時は海津城と呼ばれ、信玄と謙信が一騎打ちをした第4次川中島合戦の舞台となった城でもあります。その後海津城の城主は次々と変わり、江戸時代になると雪村の兄信行が江戸幕府の命令により国替えのため上田から新しい城主としてやってきました。そして初代藩主として明治維新まで続く真田氏松代藩の基礎を築くことになるのです。なお松代城という名前は第3代藩主真田幸道の時に改められたものと言われています。西暦1614年慶長19年、真田幸村は大阪冬の陣において大阪城外に真田丸と呼ばれる出城を作り、攻め寄せる大軍を一手に引き受け、これを撃退しました。翌西暦1615年慶長20年、大阪夏の陣が勃発すると、堀を埋められた大阪城では籠城もかなわず、真田軍は敵の総大将の首を取るべく徳川本陣へ突撃しました。幸村はこの突撃により家康が自害を覚悟するほど追い詰めましたが、収穫適せず、最後は大軍に阻まれ
力尽きて討ち取られてしまいました。命を懸けて義を貫き強大な力の前にも屈しなかった雪村の生き様は現代人の共感を呼び、今では戦国時代の中で最も人気のある武将の一人に選ばれています。真田鉄砲隊の皆様ありがとうございました。ご来場の皆様盛大な拍手をお願いいたします。